1970年代のレッツの強力打線ビッグレッドマシンの中核を担ったジョニー・ベンチ。10年連続ゴールドグラブ賞を受賞し史上最高の星と称された。この一覧はメジャーリーグのナショナルリーグ中地区に所属するシンシナティレッツの年度別成績一覧である。レギュラーシーズンの成績とともにポストシーズンの成績、歴代監督、観客動員数を年度別に上げた。 なお、レギュラーシーズン及びポーストシーズンの主要タイトル、受賞者を以下に示す。シンシナティレッツは1882年、シンシナティレッドストッキングスとしてアメリカンアソシエーションに誕生。1890年、ナショナルリーグに加盟するとともに、チーム名をレッツとした。1953年から1957年までは、 レッドレックスを名乗っていたが、1958年からは、レッツに戻し現在に至る。アメリカがソシエーション加盟初年度にリーグ優勝するが、その後しばらく低迷。ワールドシリーズ初優勝は1919 19年。その後は1940年の WS 優勝を経て1970年代、ビッグレッドマシンを要し10年間で6回のポストシーズン進出。 二度の WS 優勝を果たす黄金期を迎える。1990年には五度目の WS 優勝。地区再編後、中地区所属となってからは三度、地区優勝している。現在まで、WS 優勝5回、リーグ優勝10回、地区優勝10回の記録を残している。判例1995年のナリーグ MVP、バリー・ラーキン2010年のナリーグ MVP。 上位ボット、アメリカガソシエーション時代の優勝1回を含む、ありがとうございます。